車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ東京でカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは東京の名医、内山店長です。はい、内山です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら、はい、ローマ。ローマです。やってまいりました。はい、ローマは多分過去1回2回、はい、紹介させていただいたぐらいで、はい、まだまだカスタマイズした車少ないですよね。そうですよね。海外とかでもまだあんま見ない、ね、あんまり見ないですね。まあ、出てちょっと経ってますけど、はい、あんまりこういじることがないのかな。ないですね。今回僕も初めてだったので、はい、ただいじるとめちゃくちゃかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいいです、これ。ここからもうガーンとこう増えてほしい、はい、箇所かなと。 で、ね、で、今回オーナー様にちょっと触れていいということなんですけども、はい、当てていいですか。はい、ですね、絶対にスーパーカー初心者じゃないです。いや、でもフェラーリとかは初めてですね。あ、そうなんだ。はい、これの前はポルシェとか乗ってたりとかしたんですけど。なるほど。はい、まあ、とにかく買っても乗らない方なんです。あ、そういうことですか。散々ポルシェとか買ってきたんですけど、もう乗らないんだったら距離伸びないし、じゃあもうフェラーリとか買った方がいいんじゃないですかっていう話で今回ローマを購入されたんです。あ、そうなんだ。はい、ただもう乗らないけどカスタムはものすごくされる方なんです。かっこよくはしときたい感じ。そうです、そうです。なるほど。はい、で今回まずびっくりなのはこの色。はい、フェラーリ初めて買うのにこの色。そうですよね。結構あの赤とか、はい、まあ、黒とか、はい、まあ、定番だと思うんですけど、このグリジオシルバーストーン。シルバーストーンです。これめちゃくちゃ渋いなと思って。これいい色ですよね。はい、めちゃくちゃかっこいいです、ね。かっこいいです。でなんかこのフェラーリのローマ自体が1950年代とか60年代のなんかこうスタイリングのオマージュなんだよね。あ、そうなんだ。らしい。だそれになんかめちゃくちゃ合ってるなと思って、うん、多分それクラシックなのでもうちょっとソリッドの系の色とか。そうですね、まあ、メタリックは入ってないんですけど、この辺のメタリックでこの曲線のボディがめちゃくちゃかっこいいなと、はい、いいですね。で今回はこの綺麗な塗装を守るために、はい、これ前回りだけですか。はい、プロテクションフィルムは前回りとガラスとあとサイドスカート。あ、ガラスとサイドスカートも貼ってあるんですね。はい、そうですね、貼ってあります。というわけでここがごっそり貼ってあって、はい、フロントガラスも高いですからね。高いですからね。まあ、一撃クラウド高いんで、はい、これも綺麗に貼ってしっかり貼ってます。で、あともう一個びっくりしたのはこれヘッドライトも貼ってあるのね。貼ってあります。これローマのこの複雑な造形のヘッドライトも、ね、プロテクション貼れるんですね、これ。はい、というわけでこの辺なんかも一撃クラウド高いですからね。はい、まあ、早めに貼っていて結構な金額するんじゃないですか。だってヘッドライトに壊れたら、ね、全部 LED だし、はい、この辺も貼ってあると。あと今回の車はこれ純正のカーボンパッケージ。はい、純正のカーボンがしっかり入ってる車。これはかなりいいんじゃないかなと。いいと思います。はい、でこれ今回は入ってないですけども、ローマって結構こうカスタムの仕様はある、はい、ありますね。あとはこうノビテックからもスポイラーが出たりとか。なるほど。マンソリーな、まあ、オートサロンにもね出させていただきましたけれども、マンソリーでガッツリっていうのもできるので、結構だからカスタムしようと思ったらパーツはあるのかなと思います。というわけでこんな感じの前回り。そして早速、はい、もうウッチーのいじる車といえばもう足元全力投球ですから。はい、全力投球ですね。はい、こちら、はい、やってまいりました AL13。 AL13 です。これデザイン名は R シリーズの140っていうデザインですね。これびっくりしたのが新しいデザインかと思いきや、はい、今年出て、まあ、新しいんですけど、去年のセマで発表されたやつですよね。で今年ラインナップされたやつ、はい、で全く全然そんなの知らなくって、はい、全く新しいデザインかと思ったら、そのデザインのこの2ピースに落とし込んだバージョン。そうです。とアベンタドールですけど、確か白いホイールがついてたんで DDE のアベンタドールが入った白いやつですよね。でもやっぱりなんかこうローマになんかこう普通のスポーク履いてもなっていうのがあったんで、ちょっとお客さんにご利用しをして、そのちょっと奇抜なデザインのホイールを選ばせていただきました。ですね、私の第一印象いいですか。はい、もう訳が分かりません。これよく見ていただけると分かるんですけど、はい、ホームページに載ってるこれと全然違う、ね。全然違いますよね。全然違います、ね。はい、アメタンって、まあ、1個のデザインでも、はい、それを1ピースで作るのか2ピースで作るのか、はい、3ピースで作るのか、まあ、あとはその逆反りさせるのかさせないのか、はい、また色をどうするのか、はい、全然表情が違う。そうですよね。ウッチに教えてもらうまで、はい、あれそれ伏せまででしたよ、それよって、もう信じられなかった。ということで同じ R140 のデザインなんですけど、はい、もうそのホイールと全然違って。そうですね、まず2ピースなんでディスクがめっちゃでっかく見える。でかいっす。もうここが2ピースだと厚く取られる。はい、結局あの3ピーみたいにこう内側に入ることもないですし、全部ここが一体になるんですっごく大きく見える。これやっぱりこう内側に1段増えるだけで
まあ、ブレーキとのクリアランスも小さくなりますし、あ、なるほどね、はい、だから結構僕はそのワンピースだとここがスコーンと抜けちゃうんで、そこをツーピースにしてこうブレーキを大きく見せる、確かに確かにっていうのも意識して結構ツーピースを選ぶ方が多いですね。ここの隙間がこのフランジの分狭くなるんで、はい、まあ、ローターが大きく見え、大きく見えます。隙間がまあ小さくなるということです、はい、で今回はこのポリッシュ、フルポリッシュです。全部ポリッシュ、はい、完全にアメリカですこのノリはやっぱりなかなかないんじゃないかなっていう、はい、ローマのこのボディカラーに、はい、でまあでかく見えますよね。だからやっぱりこうスポークが、ね、ちゃんとこうエッジまで伸びてるのでちゃんとしっかり大きく見えるんで、そしてツーピースにするとここがあんまりこう主張しないんで、そうですね、こう本当にスポークに見える、はい、でここがすごく太く見える、はい、でこっちが細く見えるんで全くで別のデザインに見える、そうですね。だ本当にアメタン選ぶときって想像力がめちゃくちゃ大事だな。いや大事だと思います。なんかカタログでどれがいいかなって選んじゃダメだね、はい、ホイール単体で選んじゃダメですよね。ちゃんとそれをこう車につけた時のことをイメージして極力お客様にこうお伝えするようにしてますけどね。で今回はこの2ピースなんですけれども、ピアスボルトが1個飛ばしで見えるタイプ、はい、でピアスボルトも50-50ってやつですね、通称50-50、はい、でピアスボルトも全部このポリッシュというかポリッシュです。キラキラしたタイプ、はいはい、こちらのホイールになっております。でキャリパーも黄色が、これこの後の内装も見てみますけど、はい、めちゃくちゃかっこいい、おしゃれですよねこの車で。黄色にすると個人的にいいなと思うのは、はい、このそうですね、やっぱりフェンダーと合うので、ここと色味がすごく合うんで、はい、統一感がすごい出るということで、こんな感じのホイールが。フェラーリのこのフェンダーエンブレムの黄色はもう避けて通れないですからね。あ、確かにここ変えられないですから、ね、はい、今もうカーボンもなくなっちゃったので。あ、ないの今、なくなっちゃいました、廃盤になっちゃいました。じゃあ漏れなく黄色になるので、この辺合わせたりすると、はい、まあ、色味は若干違いますけども、はい、統一感が出ると、はい、そしてこれ組み合わせてるタイヤはミシュランですね、パイロットスポーツ 4S ということで、はい、そうです。これも当然インチアップしてますから、インチアップします。新調されているこちらのタイヤということで、はい、で出面もボンドグループで多分東京で一番やべえですパンパン、パンパン出てないっていうぐらい、いやもうギリギリですよね本当に。これはどうしてるのいつも。これはでも実際にオートサロンにローママンソリー出してたので、まあ、それをちょっとこうベースに参考にさせてもらって、はい、じゃあそのホイールがどのぐらいだから、まあ、もうちょっとパンパンにするんだったらオフセットどれぐらいで、はい、まあ、アメタンだとフランジがこういう形だからもうちょっとこうやってっていう、はい、にしてもです、はい、ということでパンパン、これ本当に皆さんに実写見ていただきたい、ビップカーもびっくりぐらいのパンパン具合で入っております。そして今回ローダウンもしっかりと、はい、ローダウンもしてます。これは今回ロベルタさん の, あのリフターをつける兼ね合いで、ロベルタさんってこの、まあ、車高調キットみたいなのがあるのでそれをつけてます。あ、なるほど、はい、確か純正でリフターがないんだよね。ないです。設定がそもそもないんだよね。あ、でもオプション どうなんですかね。今増えたの、どうなんだろう。でも確かね、オプションでもないって、はい、出たての頃はもしかしたら今あるかもしれないですけど、だ結構その辺で、はい、下げたいけどちょっと上げられない、はい、っていうんで結構躊躇されている方がいらっしゃると思うんですけど、ね、まあ、ロベルタが入ってない、結構上がりますよね、はい、結構上がります。で車高もバッチリですね、はい、じゃあ微調整もできる感じ できます、はい、こんな感じになってます。そしてカーボンのパッケージが入ってるので、はい、サイドスカートもしっかりで、これも貼ってある、貼ってあります。あ、大事、はい、そしてこうホイール側結構飛び石なんかありますからね。そうですね、結構バチバチになっちゃうのでそこもちゃんと貼ってあります。この辺なんかも、はい、まあ、割れたら高いですから。高いですよ。この辺なんかもしっかりやってあると、はい、あとこのスタイリングじゃない、やっぱりローマって、はい、むちゃくちゃかっこいいよね。いやでも僕はねこのリアのコンケーブを見てほしいんですよ。ご覧くださいあのですね、本当にフロントと同じホイールっていう、いうぐらい全然違く見えるよね、はい、いや結構なんか いろんなやっぱりホイールつけてきて、その、まあ、絶対後ろってやっぱこういうフェラーリとかだとちゃんとしっかりコンケーブするんですけど、いや今回のホイールはもうすごいなと思って。これ見ていただくと分かるんですけど、こう2段になってる、はい、この外側のスポークは緩やかにコンケーブして、そこからこうさらにグッて入ってる、まあ、いい、これだからどうやって考えるんだろうなっていう、うん、そうですよね。なんか平面だったらこうスケッチでこう書き出せると思うんですけど、はい、それをだからこう 3D に落とし込んで、うん、この形が考えられるアメリカ人天才だなと思うんです。すごいと思います。でしかもこんなスポーク複雑な形状で、はい、でセンターギャップなんかもそうです、ね、全部フルポリッシュということで、はい、これフルポリッシュは結構プラス料金、結構プラスですね。一番フィニッシュで高いんじゃないですかね。あ、そうなんだよ、はい、じゃ
ゃあ豪華なやつなわけですね。そうです。見た目だけじゃなくて、はい、で納期的には革のメーカーにも多分よると思うんですけど、 AL13 とかはポリッシュだから伸びるっていうのはあんまりないですね。そうなんだ、はい、じゃあ費用的なちょっと負担が増える分、ね、はい、こんな感じの仕上げにできると。そして後ろは335の2522ということで、はい、こっちもパンパンですね。パンパンです、はい、この曲線のボディ、はい、どこに合わせていいかわからないじゃんけどとにかく一番上に合ってればいいのかなと。確かに、はい、もう本当にパンパン、はい、もう よくぞ入ったなっていう、ね、そのぐらいのパンパンのサイズですけど、はい、こんなのが入ってると。だから弾いてみていただけると分かるんですけど、もうまあこのクラシックなボディにちょっとなんか一見するとミスマッチと思えるぐらいのこのホイールのでかさとギラギラ具合、はい、めちゃくちゃアメリカだなっていう。なんか結構ここまで流線型のボディなので、ちょっとホイール選びも難しいですよね。確かに、はい、だからちょっとシンプルなのにしちゃうのか、はい、ちょっと複雑なのにするか、でもだいぶ違う。でも絶対このホイールハマると思ってたんで。あのね、ボディがこの曲線でめちゃくちゃ目立つのに、はい、ホイールが負けてないのよむしろホイールの方が勝ってるぐらい、はい、こんな感じのホイールになっております。そして後ろもカーボンのパッケージ入ってるということで、このディフューザーも、はい、これローマはそんなに低くない。後ろはそうですね、後ろはそこそこクリアランスがあるので、 F8 とかあの488フィンがありますからね。やっぱりただちょっと気をつけていただいた方がいいぐらいかな、はい、ということで、そうですね、今回後ろもノベルト、後ろもリフターが入ってます。なんで4輪で上げられる感じになってると、はい、じゃあ続いて内装、はい、まあ、毎回恒例内装、特に何かしたわけじゃないんですけど、はい、トータルコーディネートなんでチェックしてみたいと思います。これ中めっちゃかっこいい ね、 いいですよね、まあ、毎回めっちゃかっこいいねって言ってるんだけど、はい、今回またこの茶色というか、そうですね、はい、この茶色のアルカンターラとレザーの使い方がめちゃくちゃ綺麗ですよね。そしてポイントはこの黄色のステッチなんですよ、はい、だキャリパーとこのクレストと、はい、まあ、クレスト当然黄色なんですけど、はい、それとめちゃくちゃ合ってる。そうですね、だこれ黄色がもうちょっと多かったりするとまた印象違うのかな。変わってきます。だこのアルカンのところが黄色かったりすると印象違うと思うんですけど、はい、上品な黄色の使い方ですね。すっごい上品な感じするんで、はい、そしてステアリングだったりその他もカーボンが入ってるということで、はい、だからこれ内装もやっぱりこうトータルコーディネートなんで重要かなと、うん、そうですね。で新車は当然中古車選びで、まあ、カスタマイズ前提としている場合はあのその辺もご相談いただいた方がいいですよね、はい、まあ、どういうホイールを履くか、はい、どういう風に仕上げるかによって、まあ、内装との相性だいぶ変わってくると思います。変わってきます。今回はこの内装外装、はい、非常に統一感のあるこんな仕上がりになっております。はい、じゃあ最後になりますけど、はい、ローマかっこいい。かっこいいですよね。以前名古屋店でご紹介させていただいたのが、はい、本当にクラシックに振った、はい、クラシックなボディカラーにクラシックなホイール、はい、でそれとも真逆をいく、そうですね、現代的なボディカラーにもう最新のアメタ、はい、完全に今っぽさを狙ったこの組み合わせだと思います。でベースポテンシャルかなり高そうなので、はいろいろやっても楽しいのかな、はい、かっこいいのかなと思います。かっこいい。なんでもうぜひぜひ、もうこのボディカラー絶対かっこいいじゃないですか。確かに、はい、というわけでもうかっこいいローマ、はい、まあ、あとは個人的には296とか、あー、はい、ローマも最近はこのスパイダーが出て盛り上がってますから、はい、その辺のカスタマイズも見たいなと。やってみたいですね、はいはい、ぜひその辺じゃあ、はい、内山主治医にご相談いただければ、はいはい、いいんじゃないかなと思います。というわけでモンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。